助かった。行っていいぞ。念のため何か目撃情報がないか聞き込みさせてる。よし、何かあったら知らせろ。あれどうすんだ。どうしたもんかね。通りかかったバスに乗って終点まで降りなかった。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと。変異体ですよ。感情に圧倒されると理不尽な決断をするんです。それで一体どこにいるんだ。まだ近くにいるのか。計画もなく行くあてもない。かもな。この子に食べ物を見つけてきた。ほら食べよ。昨日の誤解を解くためのプレゼントだよ。料理するんだ。人間がするようにね。肉を焼くんだ。ほらほら、そこに座って。ラルフ、本当にありがとう。でももう行かないと。行く？この子が食べ終わってから行けばいいだろう。家族みたいに一緒に食べよう。お父さん、お母さん、娘だ。いいえ、ラルフ。私たちは行く。さあ、アリス。この子はどこにも行かない。その子に手を出さないで。友達でしょ。そうよね。ラルはそんなことしたりしない。食べてほしいだけさ。本当だ。人間はそんなもの食べないの。嘘だ。人間だって死んだ動物を食べるだろう。一緒に食べましょう。家族みたいに。よし、それでいい。ラルフはこの子のために一生懸命食べ物を探してきたんだよ。なのに断るのは失礼だ。だろう。よし、絶対に気に入る。とってもジューシーだぞ。ジューシージューシーだ。父さん母さん娘だ。ねえカール、私食べたくない。なんだって。早く食べたくて待ちきれないって。すごくお腹空いてるの。絶対に気に入ってくれるはずだ。ラルフは一番大きいのを取ってきてやったんだからな。ほら、とってもジューシーだぞ。ジューシーだ。さあほら食べて。2階で死体を見た。人間を殺したんでしょ。いや、違う。見つけた時死んでたんだ。あなたが殺したんでしょ。嘘をつかないで。人殺しをするなんてあなたも人間と同じよ。殺すんじゃなかった。違う。ただラルフは怒りを抑えられなくて、怒るとラルフは我を忘れるんだ。憎しみでいっぱいになる。
悪かった。ナルは友達だろ。なら行かせて。すみません。フェンスにブルーブラッドが、他にもアンドロイドがいたんだろう。つけたりしないよ。フェンスにブルーブラッドが、他にもアンドロイドがいたんだろう。ラルフが引っ掛けたんだ。ラルフの血だよ。2階に人は？いや、いないよ。AX400 を探している。見かけたか？誰も見てない。ここに他のアンドロイドは？他のアンドロイド？いや、一人だよ。何なんだ。
前何してる。逃がすわけには。平気だ、どうせ反対側には行けない。僕は追いかけます。何してんだお前、死んじまうぞ。いいか、追うんじゃない、コナー、命令だ。大丈夫、アリス。